今日午後1時ごろ、琴浦町の山陰自動車道の赤崎中山インターチェンジ付近の下り線を走行していた車が道路の下に転落したと、後ろを走っていた車に乗っていた人から警察に通報がありました。警察と消防が現場に駆けつけたところ、山陰道から6メートル下の一般道で車が横転していて、車の中にいた70代の男性が病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。現場は山陰道と一般道に降りる道の分岐点で、警察は転落した事故を起こした車の後続車の運転手から話を聞くなどして事故の詳しい原因を調べています。高速道路から車がおよそ10メートル下に転落しました。今日午後1時過ぎ、鳥取県琴浦町を走る山陰道下り線赤崎中山インターチェンジの出口付近で、車が道路へ落ちていったと後ろを走っていた車の運転手から110番通報がありました。警察が駆けつけると、高速からおよそ10メートル下の道路に車が転落していたということです。